はい、皆さんこんにちは。今日は金屋さんに来てます。ちょっと大きいねこれ、金屋さんの日本スキー発祥記念館というところに来てます。今日はですね、新幹線に乗って、北北線に乗って、それから、くびきバスに一路線乗ってここまで来ました。金屋さんはですね、路線バスがないので歩きになりますね。で、あとボブスレーとか乗って、今日は一日中とっても暑かったです。はい、ではまた明日もあるので、今日はこの辺にしましょうね。ここね、レルヒさんがいっぱいある。あの山の上もほらレルヒさんがいるのね。これはい、ではあとは無音になります。よいしょ。